姉さん、おはよういい天気だね姉さん僕たちを祝福してくれているみたいだそう思わないうん分かってるあんまりのんびりしていられないもんねとりあえず この近くにオリエントタウンという町があるみたいだからそこに行ってみようそうだね親切な人がいるといいねラグナ・ザ・ブラッド・エッジのことを教えてもらえるといろいろ手間が省けると思うしじゃあ行こう姉さん さてと、ラグナザブラッドエッジはどこにいるんだろうねまずは情報収集をしないとどうにもならないよ姉さん、たくさん歩くことになると思うけど疲れたらすぐに行ってねうん、そこのちっちゃい人、お前、ラグニャ知らないかんラグニャうん、ここにやってきた大悪党ってやつだにゃ それはひょっとして、ラグナ・ザ・ブラッド・エッジのことですかそうだにゃ他をラグにゃ捕まえるにゃそしたら、いっぱいいっぱいお金もらえるにゃ君は、トガオイなのトガオイなんだそれ、うまいのかにゃえ、えっ、ー、と、トガオイっていうのは… というわけで犯罪者を捕まえてお金を稼ぐ人たちのことを世間では戸川いって呼んでるんですうんータオ難しい話は苦手にゃすそそんなに難しい説明だったとは思えませんがとりあえずタオが戸川ニャンとかなのは分かったにゃすあうんそうだね姉さん頭より先に体を動かすタイプなのかもね あ体動かすのは得意だぞ試してみるかニャスえお手合わせですか別に構いませんけど心配しなくても大丈夫油断しないよ従人の身体能力は知ってるしそれにこの子はあんまり強くなさそうだもの誰と喋ってるニャそれじゃ行くニャス

身体能力少し見積もりが甘かったみたいだごめんね姉さん見たかちっちゃい人タオはなかなかすごいのにゃすうっえっあでなんでちっちゃい人とタオは戦ってたにゃすうーんよくわからにゃいけど、こういう時は父の人の出番にゃす うわ父の人ーもうダメじゃないタオ知らない人に怪我させちゃいけないっていつも言ってるでしょ本当に分かってるのかしらでてもういないしいつまでたっても私の名前覚えてくれないし困った子ね、うんうん、あら起こしてしまったかしら ここあなたが治療してくださったんですかええタオがここまで運んでくれたのよと言ってもあなたに怪我させたのもタオなんだけどそうですかありがとうございました何のお礼もできずに恐縮なのですが僕大事な用事があるのでもう行かないとちょっとまだ動いてはダメよほっといてください すみません、本当に急いでるんです。お金が必要ならすぐ持ってきますから。お金のことなんてどうでもいいわ。その傷で動くのは危険だって言ってるの。心配していただくのはありがたいんですけど、僕に何があってもあなたには関係はありませんし。そんな悲しいことを言わないで。 そんな悲しいことを言わないでカルルああほら無理をするから大丈夫だ大丈夫ですすぐに収まりますからでもいいんです本当にありがとうございましたお礼はいずれまた行こう姉さん待ってあああの人形はおそらく 放っておくわけにはいかないわ大丈夫うん僕も少し休むよだから心配しないであここは一体いらっしゃい私がここに呼んだのよえ呼んだあの僕たちに何か用ですか 少しあなたと遊んであげようと思ってねあ遊ぶ僕は夢を見てるのかな残念だけど違うわさあ私が誘ってあげているのよすぐに用意なさい申し訳ありませんが僕たち少々疲れていて別の方に声をかけていただけないでしょうか ダメよ。私に声をかけられたこと光栄に思いなさいそれとも強制力が必要かしら素直に返してはくれそうにないねどうしようお姉さん姉さんどうしたのあの子が危険だっていうの私が危険 <laughs> おかしなことを言う坊やね君は いったい…言ったでしょ遊んであげるって…ただし遊ぶのは…あなたとだけね姉さんさあ、おいでなさい、坊や姉さんに何をした元に…元に戻せ遊びが終わったら解放してあげる

まあこんなものかしらね<ん>姉さん大丈夫怪我はないあなたのその姉離れできない余ったれた性格と今にも泣き出しそうな気弱そうな顔正直気に入らないのな<ん> <laughs> でも 楽しませてくれたお礼にいいことを教えてあげるいいことあなたがそれを真に解放したいと願うのならさらなるアークエネミーを手に入れなさいアークエネミーあなたのよく知る人間が持っているものよあなたも目にしたことがあるのではなくて僕のよく知る人間そうねヒントをあげるわあなたがまだ 統制機構の保護下にあった頃に出会った人物イカルガの英雄とその秘書官といえばさすがにわかるかしらまさかジン・キサラギとノエル・バーミリオンそういうこと2人は今この町にいるわもっともいつまで無事でいるかはわからないけれど君は一体そんなことを僕に教えてどうするつもりなのさあ そんなことはどうでもよいのではなくてそれよりお急ぎなさいあまり時間は残されていないわ。 はあ,あらバルケンハイ見ていたのレイチェル様も崇峡なことをなされますなそうかしらあの子は世界によっては物語の主役足りうる存在よしかしこの世界がそうはさせなかったむろんあの子自身の選択もね彼は決断できるでしょうか 主役となるための。きっとできないでしょうねそれが悲劇いえ喜劇なのかしらねひょっとすると。